また来る。今度はそのまま動かないで。あんたが私だってことは理解してきた。でも隠れなくては。クローゼットのドアを柔らかくして。何やって。お願い、チックスよ。このドアを閉めるまで来るんじゃねえわよ。隠れてもドアのこっち側を探知している。もうダメだわ。私はスタンド使いで、自分にはスタンド能力があるってことが分かりかけてきた。でもこいつは無敵だわ。本体もすでに死んでいる。誰だろうとこいつを倒すことはできないわ。トリッシュ、私はあなたに動かないでと言っているんです。ブチャラティのいるコクピットの方に向かわなくてはならないのに、逆の方に来てしまった。何言ってるの。ジョルノのこのブローチは左手に成長して動いているのよ。逃げないわけにはいかない。なのにあんたの能力、柔らかくするって身をかわすだけが精一杯だわ。また時計の、これは。置き時計を柔らかくしました。あなたがあの秒針よりも早く動かなければ、奴は針の動きに反応し、優先的に何度も何度も時計を襲い続けます。動くなと言ったのは、正確にはゆっくりです。ゆっくりと動くのです。あの秒針の動きよりもゆっくりと、超スローにスピードは出さず、ただし万力のような力を込めて、こいつを細切れに切り刻んでぶっ殺すのです。てめえ、さっさとあの世へ行きやがれ。このクソがいつまでもこの世にへばりついてんじゃねえ。こら、どんどん細切れになって蒸発していく。この音量のような、どこまでも追跡をやめないスタンドが小さくなって消えていく。